おっしゃ、よかった、オッケー。釣れたよ。毎日バスピオリ。いや、新海さん、とうとう D のサイトのシーズンがやってきましたね。はい、やってきました。で、去年からなんかずっと竿を悩んでたんですけど、なんかいい竿見つかったっすか？いや、それが見つかったんですよ。お、緊急でね、動画を回してます。いや、本当に感動、これもう一刻も早く伝えたいと思って。もうね、感動、こんなに本当に感動するロットはなかった。 D には今まで、はい、ちょっとね、紹介する前に先にちょっと言わせてもらうと、まあ、D はやっぱ基本的にね、チューブラのロットがすごい合ってます。で、高弾性っていうこの2つの条件、そしてやや張りがあるロット、まあ、スペックで言うと L ぐらい、 L クラス、うん、なんであの UL とかもしくはソリッドティップの L とか、こういったのは全然抜かないっていうのはもう分かってて、そしてまあ高弾性のロットっていうのを去年いろいろ試しました。まあグロリアスから始まり、アルティマグロリアス、エイシス、でちょっとね、間に合わせでエクスプライドを買ったりとかしたんですけど、やっぱり高弾性がゆえか、まあ、僕の扱いが悪いがゆえか、あ、全部折れちゃいました。あ、まあ、アルティマはねちょっと UL だったってことになったんですけれども、他のパリッパリのロットは実際バスを陰で折ったとかじゃないんですよね。ちょっと扱いが悪くて折れちゃったりして、で、生産がもう中止しているモデルですとか、そういったのが多かったので、まあ去年の、ね、冬から今年の春にかけてもう相当悩み抜いた結果、はい、いや、もうやっぱり D にはね、 D's でしょということで、はい、え、今のは何ですか？いや、これはね、本当なんですよ。いや、まさかだよ。DD、自分でも言うのもある。僕ね、あえて僕ロット、いろんなメーカーのいろんなロット使ってるんですよ、わざと。よく言われますよ、なんで統一しないんですかとか、はいはい、シマノの、ね、リールにダイワのロットつけてみたいな、はい、まあ分かるんですけど、僕、まあ、あえていろんなメーカーも、あの、忖度なくね、その要は忖度なく、ちょっと例えば悪いな、忖度なくじゃないな、まあ、そのどっかのメーカーを押すこともなく使ってきた中で、ファンタジスタは初です。うん、てかピュアフィッシングの竿は初ですね、今回使うのは。で、まあ、D's のロットを買ったんですよ。で、64L と、まあ、先に言ってますと 61L っていうこの2本を3インチ違うんですかね。そう、まあ、長さはね、そんなに3インチなんて大したことないですけど、ちょっとだけ、まあ、ティップ一関節分ぐらいかな、うん、違います。うんうん、なるほど。最高でした。感動しちゃってる。いや、まずね、これタックルベリーで買ったんですよ、中古で、うん、まあ、新品もまだね、ラインナップあるのかちょっと分かんないですけど、もうあのだいぶ古い2018年ぐらいの竿だったんで、タックルベリーで買って、まあ、大体2万円ぐらいで買えます。うん、元は5、6万するのかな、結構高いです。いいね、そうですね。で、この 64L と 61L を買って、あのD に関してはやっぱ 64L がやっぱずっと良かった。6フィート4インチぐらいが欲しくて、うん、61の L と64の L どっちとも D のノーシンカーで使ってるんですか？いやいや、64の L はノーシンカーで、61の L はダウンショット。64の L がノーシンカーですか？そう、逆じゃないですか、それって。あ、鋭いじゃん。そう、そうなんですよ。なな、一見ね、64の L でダウンショット、61の L でノーシンカーの気がするんですけどね。いや、これね、ちょっとこだわりがあって、僕の D のディスタンス、本当にやるときリザーバーとかだと 25m ぐらいやっぱ取るのね、距離を。はいはい、プールの、まあ例えで言うとプールサイドの端から端ぐらい。まあそのレン、そのディスタンスやっぱ魚見つけたら釣れるから。まあまあそうですよね、遠いほど釣れる。やっぱね、61の方が操作性がしやすいとか短いしいいっていうのはあるんだけど、やっぱ64の方が飛ぶのね。うん、やっぱ魚をかけた後も64の方が寄る。うん、これはどのシリーズでもそうなんだけど、寄るから、寄るってのはファイトしやすい。はい、だからまあちょっと球種とかそういう
こだと61とか61でもやる人64だね、もう64慣れちゃってる全部。あ、64多分扱い難しいと思う。そもそも L のロッドで硬くてパリッとしてるので、こんな軽いワームまして64になると難しいですけどね。うん、だけどある程度狙ったところにはもう入れれるように、あの、まあ、僕はなってるので、うーん、まあ64遠投能力高めたいっていうのと、そので今度逆にダウンショット、はい、64のノーシンカーはバスの挙動を全部俺見てる、サイトフィッシングだから。うーん、勝手に釣れちゃうことはないからね、はい、リーダーは全部仕掛けなきゃ食わないから、うん、でも61に関してはもう魚探を見ながらとかね、ライブスコープ見ながらとか、あとは地形に対して投げるから、はい、基本的になんかまあこっちの方がリニアな操作性が欲しいっていうか。ああ、ダウンショットの方がね。そう、でも両方64でもいい、正直そんぐらい64最高だった、 64L ただスペックで買っちゃったのね。はいはいはい、はい、触る前にベリーネットで、あのベリーネットをよく使うんですけど、で、まあ、今ちょっとダウンショットに関しては、まあ、昨年からちょこっとやり始めて、まあ、今年メインにしていこうかなと思ってるんですけども、正直そんなにね、まだやり込んでないので、これからね、ロッドに関しては変わるかもしれませんが、この 61L で今やってます。61の方がね、やっぱり短い分ね、ちょっと硬いんだよね、こう曲げた時に。そうですね。一緒ぐらい。こっちが61ですか？うん、あれですね、やっぱ硬いですね。64の方がクイッてティップが入るから、こういうのもなんか遠投した先で食い込ませる時に、いいかなっていう。ちょっと当時のディーズに対する印象は、まあ、あのマイクロガイド採用、はいはい、これシャキッとしてる、まあ、かなり操作する竿だから、まあ、当時だよ、まあだいぶ昔になるとガイドのお客さんがディーズを持ってきてディープの釣りをしたいっていうと、やっぱりラインスラックの扱いが難しかったり、あ、まあ、パキッとしてたから、こう上手い人が使ったら覚醒するかもしれないけど、なかなか難しい竿だなってのは第一印象思ってた。ああ、なるほどね。まあ、天才が作ってる竿。やっぱりそういう、だから上手い人ってのは、こういう高段性のパリッと竿で仕掛けていくんだなって思ってて。けど俺はソリッド派だったし、オールソリッド、ソフティッパー。で、ガイド系が大きいもので、ラインスラックをコントロールしながら、まあ、ドロップショット、ブロッキングとか釣っていくような。はい、で、シャローの釣りもやっぱソリッドティップが好きで。魚のこう持たせ感、なんていうのかな、持たれ感、こう、リグの持たれ感とかあって、よかったんだけど、D に関してはもう全く違うじゃん。そうですよね。わかるでしょ？もうかけていく、もう、ね、全てが統一なんてこそ、50後半とか60後半に来る魚がもう狂ってくるじゃん。まあまあ。ない、逃がしといいね。そう。まあ、40とかね、それぐらいの魚だったらまあ脳深海でパーッと落としてパクって食う時もあるんですけどね。そうなんだ。でも基本ね、でかいとやつっていうのはね、仕掛けていかんと食わないですもん。見て見切った瞬間にね、パッと。あ、そうですか。パッと。深海さんに教えてもらって。あんまりできたことはないですけどね。今日もね。よし。では。で、まあ。ラインはね、P の 0.45 ぐらいを使って、うん、フロルの5ポンドリーダーくらいから今で、この辺はね、またちょっとフックの話とかをしていくと長くなるので、今日はね、もう竿編ということで、もうとにかくこれすごい竿を見つけましたと、64L で、去年さ、シーズン中に折れたりしてすげえさ、もうあの大変やったっすね、竿がなくて最悪のことがあったんで、今回ね、ちょっと買いました。またいや、知り合いにね、あの 64L いいって話をしたら、ベリーネットに6本ぐらいあった 64L が次の日にゼロになってたの。ゼロになってた。1か1か、ごめん、はい、1になってて、その1を最後変えました。おっと、 64L はベリーネットないんじゃないかな、多分。タックルベリーあるかもしれないですけど、そのなんかちょうどそのあの知り合いが結構買ったんで、はい、この中に入ってます。 61L の方はまだ結構あるかもしれないけど、うん、64L はいろいろ使えるから、あのとにかく良かった。で、高段性で、俺も心配あったのはやっぱバスがすごい暴れるかなとか、はい、魚の寄りが悪いか、まあ、トルクとかいうね、そういう表現するんだけども、そののもなく、い強い、軽い、遠投力も高いで、マイクロガイドだから、やっぱこうなんかなんていうの、こういう弾く釣りにはすごいいいよね。うん、もうラインスラック遊ばせるような釣りじゃないんで、はいは
本当に感動した。なるほど。D。いやもうこのシリーズの後継機種はもう出ないからさ、もういろんな関係でね。へえ。もういないじゃん、青木さんがもう。あ、まあ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 。そういうのもあって。だから、もうこの辺は大事にしていこうかなと。気に入って2本買っちゃってるから、同じ機種で新海さん。そうですよ。唯一だからね、あの、まあ、オールサイトのロットで昔から持ってるので 2,3 本ある重なってるやつあるんですけど、まあ最近同じロットをね、あえていろんな差を試してる段階なのに、同じ差を2本持つっていうのは自分なりのあれです。相当いやグッとね来たものが、なんかこれ秘密にしたかったもんねっていうぐらいなんかまあなのでこうサイコロラバーの差をね悩んでる方がいたらこのディーズはすごいおすすめですと。なるほど。でもね、僕いいのも一個あるんすよ。はい、これっす。スティーズ軽いねでしょ。スティーズリアルコントロール 61L なんだ。そう、 61L なんすよ。どうですかこれ。折れそう怖いめっちゃいいじゃん。これもシャッキリしてるでしょ。いいね。え、だからお金があるならこっちじゃない。いや、そう、分かる。あの、いきなり手のひら返して申し訳ない。あのディーズは2万で買えます。まあ、高くても2万5000円以内で買えます。これ8万がするやつでしょ。まあ、定価、いや、7万4千ぐらいです、多分。あ、まあ、3本は買えますね。3本は買えますね。これもめったに見ないっしょ、まだ。はい。なかなかの仕上がりのロットです。なるほど。いや、でも。どうですか、これにはグッとくるもんは。おぉ、真剣に触ってる。うん、これサイコロの竿でしょ絶対。じゃ違うこれ。いやいや、もうそうそう、新海さんが61の L とか64の L って言ったけど、もうこれどうなんかな。これ作った人もサイコロやってたでしょこれ絶対。わあ、もうそれはもう今活躍中のバスプロといえばの藤田京也さんですよ。いやこれいいね。なんせ軽いでしょ、 70g だやったんで。すげえ。いや、恐れ入りました。いや、これの方がいいと思う。いや、わかんないけど、新しく出たからね。ぜひ、ちょっと現場で使ってみたいですね。そうです、これで明日ちょっと使ってみてほしいです。だいたい僕の経験上、どんな差をもわかります。なんかここで持っていいなと思ったやつは現場持ってって、なんやこれってことはないんでですね。あ、これも多分持ってったら、なんこれめっちゃいいやんってなるんすか。なると思いますよ。ちょっと使ってみてください。スティーズリアルコントロール。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。また新たな、はい、選択肢が増えたということで。いや、考えもちょっと広がってきた。今年はちょっとね、まああのディーズとともにサイコロはずっとやっていこうかなと。はい、まあ、D をやっていこうかなと思います。いや、ここからの時期 D はもうね、やばい超過を出すから。もしかしたらこれも買ってみようかなと。おお、という感じでした。ファンタジスタ、新しい方のディーズです。このあ、そうなんですか。ディーズってなんか古いとかあるんですか。ちょっと僕も詳しく分からないですけども。あのあるみたい。あ、多分、はい。だからこの品番のところが FNS の 64L と、FNS の 61L、 この2本を使ってて、まあ、61をダウンショットに、64を、脳進化に。スーパーフィネスの2番とスーパーフィネスの3番、良かったですよ。本当にこの竿は良かったです。というわけでした。ありがとうございました。なるほど。